にちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。雪の中ありがとうございます。入り口あのこちらなのでちょっとご案内させていただきます。扉を開けると茶室ではなく個室と名付けられた空間が広がります。際立つのはお湯が沸く音や周りの自然の音です。去年4月にオープンしたコーヒーしめの、月に1週間限定で開く6畳一間のコーヒー店です。コーヒーの席という予約制少人数の席を設け、コーヒーと甘味でもてなしています。朝入りのコーヒーで使うのは外碗というお茶を入れる道具です。普段お茶で使う道具をコーヒーでやってみたら面白いんじゃないかなと思ってやってみてるやり方ですね。こちらじゃあ楽しみください。酸味が抑えられて、より甘みを感じる入れ方ができるから味わいになるかなと思います。店主は神奈川から移住した締めの大地さん。使う道具にもこだわりがあります。学生の頃から全国の工芸家の個展などに足を運び集めたといいます。厨房でペンを走らせていました。焙煎の記録、どんな豆使って何分に導入してこう温度上昇率とかこう記入してる。冬は外でマイナス10何度とかなるし、夏は涼しいけど20度ちょっとで、外的環境が変わると夏と冬で同じように焙煎したら同じ味にはならない。大学卒業後大手企業に就職しましたが、27歳で脱サラ、29歳で店を開きました。店舗のほかにコーヒー豆のオンライン販売と全国に出張してコーヒーの席を開いています。両親の影響でコーヒーは小さい幼い頃が好きで、たまったものというか、なんか思考を整理する場というか、店主さんの手元を見たりとかしてこうゆっくり過ごす場みたいなのを、なんかその空間っていうのが暮らしの中で必要不可欠だったというか、いつか自分もそういった場を提供できたらいいなみたいな、そういった気持ちからスタートして、お客さんとこう一緒にコーヒー、そして妻が作るお菓子甘味を中心としてこうゆっくりとした時間を一緒に楽しみたい。甘味を手掛けるのは妻の奈々子さん。大学生の時にアルバイト先で大地さんと出会いました。考案したレシピをイラスト付きで書き留めています。今回のお菓子は鹿児島の郷土菓子の黒糖ふくれというものになります。バタークリームがあるんですけど、これをつけて召し上がっていただくと、すっごい濃いコーヒーともとっても相性がいいと思いますので、一緒に召し上がってください。ネルドリップで入れた深入りのコーヒーと合わせます。
甘味には柚子がアクセントに使われています。その時々の季節の色とか、あとその時にしかない食材を使って、その空気感を伝えることが私のこだわりですね。しめのさん夫婦は店を開く場所を探しながら信濃町で1週間の移住体験をしました。決断のきっかけは町を散策中に訪れます。この5月はここが森のトンネル、緑のトンネルみたいになってて、初めて、ちょうどそれこそここにこうやって立った時に、あ、いいなって。しかし一目惚れしたのは当時現役の別荘。そこで締野さんは持ち主さんを探して、でこう手紙を書いて10枚ぐらい書いて3回4回ぐらいお会いして、いろいろこう、僕らが何どういうことをこの町でやっていきたいのかとか、いろいろ気持ちをお伝えして、開業に向けて町からは100万円の補助金を受け取ることができました。活用したのは信濃町で起業し定住する人など向けの制度です。制度の一環で専門家の指導のもと作ったビジネスプランが見事選ばれました。去年6月には近所の人を招待してコーヒーと甘味を振る舞いました。2人が信濃町で見つけた喜びがあります。散歩道でそれ違ったら、こんにちはだけで終わらず、そこから会話が生まれたりだとか、日々のそういうつながりがあるっていうのが一番の、こっちに来ての喜びかなって思いますね。なんかこの町だけで採れたものとか、なんならその生産者の名前見て、あ、これお父さんが作ってるとか、知り合いが作ってる野菜がいっぱい並んでいるとか、そういうのを知りながらこう手に取れる幸せと、あとなんかこう季節を移ろいを感じながら、季節の仕事、栗を剥いたりだとか、梅でなんか焼酎作ったりとか、なんかそういうことができるようになったのはすごいここに来てこの時間がある生活だからこその喜びなのかなって思ってます。共通の趣味は散歩をすることです。いろんな動物の足跡があって、答えがどっちもわからないけれどこれは素手じゃないかとか、これはきっとこうやって飛んでるからウサギだよとかって言って、動物もウロウロしてんだよね。あ、そうそう、なんか多分ここでどっち行こうか迷って、あ、こっち行ったんだなみたいな、そういう何してんだみたいな。そう、足跡、冬はそうですね、足跡をたどるたびに最近ハマってる動物の。こちらは実際に自宅の庭に来たお客様たち。カモシカにリス、キツネまで現れるんだとか。そんな庭にあるとっておきの場所に案内してもらいました。夏はだいたいここでね、ベンチに夏だと畑、田んぼなんで一面緑で、秋になったら黄金色になって、冬になったら真っ白になるから、ここもいいよね。ここからの景色がすごい好き。本当信濃町霧が多い、夏もそうだし一年中霧がすごくいい。そうだね、綺麗だよ。幻想的な、ね、幻想的な景色がね、すごく綺麗。二
2人は季節を味わう暮らしを楽しんでいます。